自民党は派閥の政治資金問題を受け党に所属するすべての国会議員を対象にした政治刷新本部を開き出席した安倍派の議員からは安倍派の解散を求める意見も出ました。きうの会合は、 党所属の全議員を対象に開かれ、安倍派に所属する議員が安倍派の解散を訴えるなど、派閥の解消を求める声が相次ぎました清和政策研究会は、解散すべきである派閥や議員グループに対する解散命令、これを党内に設けたらどうかと申し上げました。 一方、党幹部の中には政策を議論する上で派閥を必要とする声もあり、月内の中間的な取りまとめに向け党内の意見を集約できるかが今後の焦点です。